今回はディズニー6万人で大パニック2なる説を検証します。ネットでこんなことが話題になっていました。 TDR 入場制限緩和の可能性について、本日11月25日逐時に行われた千葉県感染症対策本部会議にて、イベントの入場制限の大幅緩和が決定いたしました。入園者数は 50% 3万人から 100% 6万人に緩和されます。公式からのお知らせをお待ちください。6万人のディズニー、これは園内がすごいことになりそうですよね。そこでディズニーに詳しい人たちのコメントを集めてみると、キャストが不足しているのでは、ソーシャルディスタンスは保てるのかなどです。先日のスタンバイパス不具合でのパニックも記憶に新しいですよね。ディズニー今ここで6万人にしちゃって大丈夫なのかな。でも USJ とディズニーの 100% 収容人数が6万人って、そもそもどこの情報なんでしょうか。このキーワード6万人が一人歩きし始めています。なぜなのか調べてみることに。発信元はツイッターですが、情報源は USJ の混雑予想をされている人からでした。千葉県の感染症対策本部会議で正式発表された資料をもとに6万人という情報です。では添付されていた資料も皆さんちゃんと見ましたか。それでは千葉県のホームページを見に行きましょう。会議資料には次のように書かれていました。イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ、令和3年11月25日木曜日から当面の間、感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けた場合、上限は収容定員まで。収容率は 100%、大声なしの場合と書いてあります。しかし、オリエンタルランドは正式に収容人数を発表していないのでは。ディズニーランドなど入場者数を予想しているサイトなどでは、現在 2.5 万人から3万人いると予想しているところが多いです。発信者さんもツイートで 50%、3万人から 100%、6万人に入場制限を緩和へと書いていました。まずは収容人数は本当に6万人に行くのかという点です。10月28日の日経新聞に片山取締役がコメントしています。10月から11月は各パーク1万人程度、12月中には収容人数の半分くらいまでに引き上げる前提で考えているというコメントもありましたので、今回の私の予想は、ディズニー入園者6万人に突然増えることはないと予想します。先日のスタンバイパス不具合や転売ヤー事件の時ですら大変なパニックでしたから、さすがにいきなり増えないんじゃないかなと思います。あ、忘れてた。レストランはどうなるのって疑問。こちらも千葉県の会議資料に書いてありました。留意事項、催し物開催にあたっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や3つの密が発生しない席の配置、人と人との距離の確保、マスクの着用、基本的な感染防止策を講じてください。レストランも、ショーなどもソーシャルディスタンスは変わらないようですね。6万人の話題、皆さんはどう思いますか？
Thank you.